ガソリン高くなりましたよね。私は田舎に住んでるので、車を使よく使います。それで、ガソリン代高くなると、本当に困るんですね。どうか安いところないかなと思って見てきたんですけれども、うん、もうほ、ほぼ170円以上にはなってますね。 あの、セルフのところで、170円ぐらい。170円から172円とぐらいですね。セルフじゃないと、もう、私がね、えー、よく行くところ、あ、行ってたところは、182円で、なんと180円以上でもうびっくりしました。とにかくね、地球の値上がりすごいんですけど、なんか一番の理由は、えー、新型コロナ、 ウイルスの感染者が減少し、えー、経済活動が回復する中石油の需要が高まっているためだそうです。まあ、ね、やっと円安にもなってるし、ねえー、石油って、ね、日本は外国から、えー、輸入してるんでねやっぱ円安になるとどうしても上がってしまうっていうのもあるしあと、まあ、ロシアがね、えー 石油の産出国らしくて、ね、それなのに、戦争をの当事者であるっていうことなどね、えー、複合的な理由があるそうです。本当困りますよね。